こんにちは、平井弘明です。今回はですね、パッティングのですね、距離感について解説していきたいと思います。コース行ってですね、全部がベタピンにつくわけじゃないので、10メーターとかそこら辺のパターが残って、そこから3パットしちゃったっていう経験ある方いらっしゃると思うんですけども、それをやっぱり2パットで上がりたいですよね。なので、その距離感をつかめると2パットでも上がる確率が上がりますので、今回はですね、その距離感の出し方について解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。どうしても構えてカップを見ちゃうと恐怖心の方が出てくる方多いと思うんです。で、恐怖心が出るとどうなるかっていうと、ストロークって遅くなるんです。ある程度距離感が出したい時っていうのは、パターのフルスピードをなんとなくでいいんで、今よりも少し早めのストロークで打ってあげることが大事になってきます。これをですね、ゆっくりこうやってそーっと打っちゃうと意外と距離感が出せない。今のパターストロークもそうなんですけども、今上げてちょっと早く打ったんですけど、早く打ったのにショートしてるっていうのは、遠心力が一定にパターにかかってないんで、うまくヒットできてないんですね。ずっと上げ始めたらフィニッシュで止まるところまで同じヘッドスピードをキープして打ってあげると、最小限の力で最大限の距離が打てるようになります。そうすると自分の打とうとしている感覚でボールが転がりやすくなりますので、それを利用していただきたいんです。ロングパットで多いのが、こうやってやっちゃう方が多いんですよ。ゆっくり上げて打とうって言って打っちゃって、パンってオーバーしちゃうことが結構多いので、右と左できれば同じ大きさ上げていただきたいんです。で、その中でストロークスピードもトンと置いたらトントンっていうぐらいのスピードで打ってあげると、すごい転がりも良くなるんで、あまり上げるスピードと下ろすスピードの差をつけない方がいいですね。同じスピードをキープするってことが大切になってきます。それが距離感をすごいつかみやすいので、なるべくストローク中に機関だったりっていうのを変えない方がいいです。あとは、例えばお家の中でゴミを丸めてゴミ箱にポンと投げるとかですね、キャッチボールでもいいんです。その時って物に対して相手に対してぴったりにほとんど投げられる方が多いと思うんですけども、その距離感ってどうやって出してます？多分感覚でしかないんですよね。パターも感覚なんですよ。その感覚を出してるかどうかがすごい重要になってくるんですね。振ったら合うだろうで振っちゃってて距離感が合わない方って多いんです。きっと自分が見たあのカップはこれぐらいの感覚だろうという感覚をクラブの動きに対して伝えてるかどうかっていうのがすごい大切になってくるんですね。あんまり形にとらわれたりとか、ストロークはこうやって動かなきゃいけないって考えちゃうと、その感覚、距離感っていうのがなくなってきますので、まずはその自分の打ちたいスピードでボールに当たってるかどうかを確認するのも大切ですね。それを確認してボールをちゃんと線を合わせるなり、打ちたい方向にセットをして、その動きを加えてあげてボールに伝えて打ってあげることが大事なので、パッと見た目で素振りもしないでポンって打っちゃうと距離感合わなかったりするんで、ちゃんと準備をして、今からロングパットを打つ準備をしてからボールに対して動きを加えてあげると距離感っていうのは出しやすいです。それでたとえショートしたオーバーしたでもいいんです。最初はそのショートしたオーバーしたという感覚を覚えることが大切なので、あ、オーバーしちゃった、ショートしちゃったでそれを終わらせてしまうと、その次も同じことをやってしまう可能性があるので、必ずその打った自分の球に対しての感覚っていうのは、なるべく体のフィーリング、打ったボンっていう、こうボールがヒットした時の衝撃っていうのを自分で覚えることも大事なので、そういう一つ一つの感覚にヒントが必ず隠されてますので、そのヒントを見逃さないで自分の体に記憶させることも大事です。そういう普段からやっておくと、ちゃんと練習した結果がコースで出やすいので、それを気をつけて普段から意識してやってみるといいかもしれないですね。今回はパターの距離感に対しての動画を撮ってきました。最後までご視聴ありがとうございます。